勝手者は愛知県名古屋市森山区にある神社。社殿は古墳の墳町に置かれている。長州府市によると南北朝時代の頃、この地に移り住んだ南朝移民が吉野神社にうて勝手明神を誕生したとされ、同じ頃に水野又太郎義春が吉野山の勝手明神を誕生したとの言い伝えもある。また、明治十二年に近在の八博士大明神から、 天テラス大臣、日本穂高を山の神社から大山積み神を合詞している。勝手塚古墳は上、志だ美地区に点在する志だ美古墳群の一つ。前方部が小さい穂立海式前方公園墳で、全長53メートル、公園部は直径39メートル、高さ6.5メートル、前方部は長さ14メートル、幅21メートル、高さ2.3メートル。 公園部は墳闘に勝手者が置かれているが、現在も一部に痕跡が見られることから二段、築造であったと考えられている。内部主体は不明。周辺を整備した際に、円筒刃庭や末期編が出土しており、従来は5世紀の築造と考えられていたが、最近では6世紀との説も出されている。2008年に、名古屋市教育委員会が行った調査で、 墳球を囲む円筒派に割れ列の一部が残存していることが確認された。かつては集合が二重に巡らされていたと伝わるが、現存するのは西から北にかけての内堀の一部とそれを囲む州、包みのみ。2014年10月6日付で国の史跡、志田美古墳群として追加指定。ありがとうございます。